今日撮影なのかなと思ったらみんなここになってた、今日になってた。新曲が発表される頃には発表されてるかって、多分発表されていると思う。そうだね、どうだったって。私はすごい好きな写りだった、いい感じだった。だからあのよくやる撮ったやつがモニターに出て、そのパソコンで見てたやつこう写真撮ったりとかしてた。今日はキャラにもし、あ、リモートお話しかけてくるんだよね。嬉しい、ありがとう。今日から次の、もう本当気が早いですね。気が早いですって悪口みたい。今日から久しぶりのリップグロスの分のリモートお話し会の受付が始まったみたいなので待ってます。みんなおしゃべりしに来てください。まあでももうこれはさ、もうほんとみんな大変だよね。だって先の予定なんて全然わからないのにさ、こんな先のものを今申し込まないといけないという、みんなも悩まされるよね絶対。いつものこと応援してます。10月の予定なんて知るか、本当だよね。私もでも10月の予定はあれしか分かんない、あの武道館のやつだから何やってるか分かんない。11月も1個しか分かんない。12月は大体こんな感じで動いてるんだろうなっていうのは今ね分かってる。あの埋まってるやつね、12月の土日のやつ、私参加してないところ。11月に参加しようかな。お、それは私のお誕生日を祝ってくれるってことですか。催促する女。うざっ。11月は私生まれた月だな。水戸黄門もそうだね、9月はね。やばい、覚えなきゃ、やばい、本当にやばい。ちょっと本気出さないとやばい。今日の夜から本気出そう。明日からでいいよ。明日からでも、でも大阪に行って本番終わったらすぐにもう始まっちゃうから、本当にそれまでにもうこれがしんどい。なんか本番やりながらも次のやつを覚えないといけないという、やばいよ。サマステ、私ね、サマステいないんだ。サマステの時はきっと私は大阪にいるんだ。申し訳ねえ。大阪なかったからっていたのかなって、まあ いれるやつかな私って。いやほんとだからさ、
8の日やるって分かんなかった。うちはさ、本番ピーターパンの東京の方をさ、何日までやるか分かんなかったから、あれ待って、今年私出れねえのかってずっと思ってたけど、でもうまく被らずに8の日も当日だったから、いやよかったね。初日、大阪のやつ、大阪は13、14かな。13日に2回こうあるんだけど、でも2つ目のやつはあの貸し切りのやつなので、そう行けかなって、夜あの2回目の公演の方行けるかなって思われた方は申し訳ないんですけど、ちょっと貸し切りのなんか公演みたいなので、あの13の午前中か千秋楽。顔ピカピカ、え、ピカ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 ってなんだ光ってるってこと、ツヤツヤしてるってこと、さっき帰ってきたばっかだから湿気湿気。貸し切りってどっかの企業で、なんだろう、団体でってことなのかな。みんなは見れません。その団体さんだったら見れるけど、みんな見れません、残念。え、でも今日とかさ、あれ出るんじゃない、上の方に毎日アイドルのピロンって出てきそう。今日初めての会場だから、どんなところか楽しみだな。3日連続、うん、ね、3日連続な気がする。一昨日もやったもんね。だってうめだー、大きいところ。梅田やったよね会場。え、そうだっけ、私行ったことあるっけ。え、ない気がする。あれあったっけ、ツアーでってこと。え、でも大阪でやった時ってさ、違くない、会場。あれ、いや、やってない気がする。私初めて行くような気がするな。ショックをやってた会長、え、そうなの、エンドレスショックの話だよね。あれって東京でしかやってないのかと思った。あ、大阪でもやってたんだ。へえ。あ、そうだよね、やっぱり初めてだよね私。階段ね。初見です、こんにちは。大阪で何食べようかな。そうだね、何がいいかな。やっぱたこ焼きはさ食べたいよね。駅、大阪、新大阪駅か、新大阪駅とかにもあるんだけど、でもあのね、うたこんに行った時に
あのスタッフさんが買ってきてくれたたこ焼きが美味しかったんだよね。ソースじゃない、なんか田口真奈香ちゃんみたいな名前のやつなんかなんていう名前だっけかな、あーそれ真奈香ただ真奈ちゃんみたいなみたいななんか覚えられなかったから、そうあのたこ焼きを思い出すときは田口真奈香って口で唱えようって思ってて、そう真奈香です、真奈香じゃなくて真奈香、そこえ真奈香違うね、ちょっと待って変なやつ言わないで覚えられなくなっちゃうから、真奈香、そこのソースを使わない、なんすごい笑ってるめっちゃ笑ってくれてる、ソースを使わないね、塩かな、たこ焼きって塩とかそういう発想なかったと思って、それがねすっごく美味しかったの。でもう一回食べたいね、でも買いに行くことはできないから差し入れで来てくれることを期待している。タコに行った時ドジマロールの本店に行った。エイトメンバーで行ったんだっけかな、ゆいゆいがいたのは確実に覚えてる、ひーちゃんもいたかな、いた気がする、ももちゃんもいた気がする確か。そうで買いに行って、で誰かにね東京でも買えるじゃんみたいなことを水さされた楽しんでるのにって、確かに買えるかもしれないけどさ、やっぱそこの本店で買うところがいい、それがいいんじゃんね。美味しかった。あと今日ねお仕事終わってから上野に行ったのね、上野で食べたいなんかご飯屋さんがあって、レストランがあってそこに行きたいなと思ってたから、お仕事終わってから上野行って食べて、で上野駅使って、でそこでね今日ね北海道フェアしてた。なんかイクラとか売ってるかなと思って覗いてきた、でもイクラ売ってなかった。ロイズ系とかもね探してたんだけどなかったな。今日上野にはとんかつの名店、あ待って私それ行ったことあるかもしれない、なんかわかる気がする。結構さ線路沿いっていうかアメ横の隣とかにあるやつじゃないかな、違うかな、一回食べに行った気がする、もしそれが一緒だったら一緒かな、すっごく美味しかった。私あれ結構ねトップ3ぐらい、とんかつ界で、私の中のとんかつ界ではちょっと結構上の方1、2を争うぐらい美味しかった。たいめいけんも、たいめいけん知らないな、たいめいけんってなんだろう、いやでもさ思ったんだけどさ、なんかその自分が小学生とか中学生の時って北海道のもの食べられるのって、ねうち結構生協でもちろんスーパーでご飯を買いに行くけれど、でも生協で結構ご飯を買ってたり、あと別にみんなが想像、私が住んでるところはねみんなが想像してるような田舎っていうか田んぼにポツンコってお家があるようなそういう感じではないんですけど、日立だから、日立は結構ちゃんと町なん、ちゃんとって言ったらあれだけど町なんだけど、でもトラックみたいな感じで、なんかなんて言えばいいんだろう、
物を売りに来てくれるっていうか、なんて言うんだろう、いろんなお魚とか、いい感じのフルーツとか野菜を乗せた車が、そう、うちの駐車場に止まって、なんかそこでなんか移動販売っていうの、移動販売、そう、まあでもあれかな、おばあちゃんが多分始めた、おばあちゃんが来てくださいってお願いして多分それで買ってたのかな。でもそういうの言うとさ、結構みんなやっぱ田んぼの上にポツンコにあるお家だなって。ポツンコって何ちょっと新しい言葉作っちゃった。そう、あとね、あ、そう、コープ共済、それでも買ってたりしてた。でそれでいつも北海道のロイズのあのポテトチップスとかお母さんが買ってくれて、それでたまに食べられるごちそうっていう感じだったから、今こう本当にたまにしかあの食べられない、そう、本当に特別なものだったから、なんかこうやってさ、まあ、東京にいると駅とかでいろんなフェアにこう遭遇することがあるから、やっぱすごいなって、グローバル化って素晴らしいなって思った。いや毎回あるわけじゃないの、そのチラシとかにさ、たまに載ってて、え、頼むみたいな、ワクワクするよね、届くのが。うわーって、やばい、ロイズのあの半分チョコがついたポテトチップス、もうちょっとで食べられるってすごい楽しみに。そう、だからさ、お仕事でさ、あのチームメイトに入って初めて北海道行ってお土産買えるってなった時とか、あとバカみたいに買った気がする生チョコとか、あとバカみたいに買ってて私。でも最初は本当にみんなはしゃいでたからめちゃめちゃ買ってた、私以外の子たちも。だって最初とかさ、あれ最初じゃないかな、一人暮らし始まってからかな、ほら冷蔵庫とかさ、もう自分の好きなもので埋められるからさ、あのチーズとかあれを2箱ぐらい買った気がするもん。遠征に慣れちゃった、え、それはもうそんな行ってもときめかないでしょっていう意味？いや、それはない、毎回ときめいてますよ。でもちゃんとあの本当に帰って食べるもの食べるかって、それをちゃんと見極めながら買うようにはなった。荷造りは慣れたよ、でもそんなやっぱときめきは落ち着かないです。毎回楽しいです、普段行かないところに行くと。大阪今回、でも持ち帰るっていうよりやっぱその場で食べる系を楽しみたいですね。まあ行けないんですけど、だから差し入れにすごい期待してる。行ってみたい県、まだ行ったことがないところで、どこに行ったことがないんでしょうね。私は結構行けてる気がするんだよね。どこに行ってないかが分かんないや。東北はでも割と行けてないか。山梨は行ったことあるよ、だって一番最初の方にツアーで行ってたし、コンサートでも結構行ってる。
うん、そうそうそう、行ってもやっぱツアーだけ本当にそのコンサート会場に行ってもう終わりってことがあるから、なあ、そうそう、観光はねあんまできない、できてないっていうパターンが多いかも。だからファンの人が羨ましかった、ツアー、あの47のやってた、ツアーやってた時は前乗りして観光して、それで私たちのコンサート来てくれて、翌日もどこか観光してから帰るっていう日程をみんなは組めてたから羨ましかった。そうなの、アンロケとかもね、そのついでみたいなついでって言ったら怒られそうだけど、一緒でロケをやることが多かったから、アンロケが入ったら観光とかロケをしながらできたから、そうそうそう、なんかセットって感じ。鴨川シーワールドよ、あ、私も行ったことあるよ、でも結構忘れてきちゃったけども、記憶が、行ったことある、家族で千葉にキャンプ行った時に行った。木更津、うん、行った行った、ドライビングキッズやってた時かな、イオンモールのさ近くの会場だよね、あれめっちゃ楽しかった、今でもすっごく覚えてる。なんかちょっとあれ、これは多分そうだよね、ライブをやっている時になんかね、ファンの人が目の前で、あれこれかな、木更津かな、なんかねスイカ割りを始めた気がする、これじゃなかったかな、あ、ごめん、ちょっと違かったらごめんなさい、なんか そんな感じだった気がする。あれね、そのいた人いない、確かね、そう、前の方のね、あのファンの方が、ぬいぐるみだかな、なん、いや本物だった気がする、確かスイカ、そう、ライブ中にスイカをなんか割ってたような、割れたかどうかまだちょっと覚えてないしだけど、私なんか私たちそのスイカを割っている姿を見てなんか言及したかどうかもちょっとごめんなさい、そこはねちょっと覚えてないんだけど、なんかそんな思い出がある気がする。いや、そう、びっくりするよね、え、どういうことって、やってた気がする。え、いたよね、いたよね、そうだよね、すごい、そこにいた人が今いてちょっとなんかやってた、わかんない、それを見た私たちはあの時どんな感情になってたのかはちょっとそこまで覚えてないんだけどなんかね、やってた気がする。あとね、その近い年、どっちかその前後かわかんないけど、その時らへんのティフとかもねすごかった。それはちょっとびっくりしちゃって、なんかうおーってなったんだけど、ティフでなんか後ろの方、お客さんがたくさんいて後ろの方でなんかみんなが肩を組んで、結構大きな輪、もう本当にみんなで肩を組んでこうライブ見、曲を聴きながらやってたのかな、なんかそんなにライブは見てなかった気がするんだけど、加藤くんでみんなで大きい輪をに、大きな輪になりこうぐるんぐるんぐるんってやってるやつとか、いろいろこうなんか物が飛び交っていたりとか、そういうなんか景色を覚えていますすごいですねー
そう、だからそのあの時はびっくりしたけど、でも後から話聞いてみたら結構ああいう場ではなんかそういうそれが普通だよみたいな感じで、だからあ私たちがこういう場に慣れていないだけで、あの結構意外とこうワイワイしてる現場なんだなっていうのはちょっと経験不足だったんだなっていうふうに、もしかしたらちょっとよく私たちもよくなくて初めて見る光景だったからちょっと顔がこう引きつっていたかもしれなくて、ちょそれはよくなかったなっていう。えそう結構ああいうのってよく見る光景だよみたいな感じでそう話を聞いたので、なんだろう、なんかその文化の違いというか、そうあの時はそうびっくり仰天でした。まあでもね、冷めた目でって見られるよりなんかこう盛り上がってくれてるのはね、音楽に合わせてあの楽しんでもらえてたのなら、まあ、結構昔の話ですからね、楽しんでいただけてたのなら。みんなはどうなの今は。昨日とかもさ、こう椅子に座って、まあ、立っちゃいけないって感じなのかな、あれ座ってみてねって感じだったのかな。どうですか、なんか結構座ってみるのが普通にっていうか、ね、そういうスタイルに落ち着いてきた今ですけれど、結構やっぱあ座ってみていたいなっていう感じになった。もうタッチついずいみたいな、うずうずしちゃうぜみたいな感じ。どっち今もう慣れて、もう今は座って見てるのがやっぱり楽だし癒されるしいいなっていう感じ。どっちどっちだったとしても別に私はそんな何もあのええー、とは思わないんだけど、座って声出して「いいやおいや」って、それが一番いいスタイル。座るか立つか、あ立ったり座ったりがいいの。あ、そうなんだ。私は座りたい派でも、誰かのライブに行って声を出したことはないので、ちょっと声を出したいとかはちょっとわからないけれど、あ座りながらコールとかができるっていうのが一番いいのかな。うん、私は座ってたいなって思っちゃう。私はね、あ座りっぱなしも使う、あ確かにね、お尻痛くなっちゃうよね。確かにそれは確かね、なんかたまに立ってたりの方が楽かもね。わかる、ずっと座ってて辛いのはすっごいわかる。もぞもぞしたくなんない。なんか舞台とかさ見てるとさ、私も結構舞台見に行くんだけどさ、やっぱ2時間とかになってくるともうラストのね残り30分15分とかになってくると結構あ痛いかもが、なんかもうそっちもなんかね気になってきちゃう。わかる、もぞもぞはわかる。すごく休憩が入ってたとしてももぞもぞすると思う。
ねえ、そうだよね。あ、そうね、ピーターパンはね、休憩ね、あるよね。もしや私、休憩が入る舞台初めてなんじゃないかな。ずーっと続いてた気がする、今までのやつって。休憩挟むの確か初めてかも。ご飯何食べたの？今日の夜ご飯？今日は冷製スープ、冷製のトマトとエビのカッペリーニ。カッペリーニっておそうめんの洋風みたいな感じのやつ、冷たい、とっても細い麺パスタ。それがなんかすっごい少なめな、おしゃれな、ほんと少なめの感じで来て、あと、なんだあれ、鶏の胸肉の中にチーズが入って、それが揚げられたやつ。おしゃれすぎて名前覚えられなかった。食べた、そうだから、それを食べたくって今日はね、上野に来たんですよ。久しぶりに、外食した気がする。私みたいな彼女が欲しい。めっちゃ嬉しい。私みたいなのでいいの？嬉しい。何を買ってくれたんでしょうかね。舞台期間中は外食禁止されているの。まあそうだね、やっぱり、まあ、一人で行く分には全然いいんだけど、まあ、外食がっていうよりかは誰かと一緒にこうご飯をするっていうことはあまり望ましくないかな。まあ、そこでね、お互いに迷惑かけてしまう、そのもし持っていたら、まあ、私はもうかかったから、もうあれができていると思ってはいるんですけれど、だからって行くわけじゃないんだけど、本番控えてる間とかはやっぱりそういう誰かと会ってマスクを外して何かするっていうようないう状況をは避けるようにしてる。体力作り何かした？うわね、してないかな。私結構後半とかはいろいろ動画を見たりとかしてたけど、あれを見ましたね、漫画とかは。漫画は「チェンソーマン」見た。あとドラマとかは「相続者たち」みたい。今も見てるんだけど、10月にやっとアニメ化される。あね、2部ね、始まったよね。あやねちゃんが好きなやつ。あ、そうなの？お、話せる人見つけた。パワーちゃん好きになった。いやー、私はね、やっぱマキマさん好きになっちゃうよね。マキマさんがいいな。
もしジャンプラ見てるの、うん、見てるよ。毎週、あのスパイファミリーもそれで見た。ジャンプラ、ジャンプラっていうんだね。うん、スパイファミリーもずっと、だからアニメ化決定する前からずっと見てた。私アニメも見終わったよ、スパイファミリー。そうなの、五等分の花嫁ね、よく聞くんだけど、まだ見ていませんね。どこで見れるんだろう。アニメ化もされてるんだっけ。ネットフリックスにあるかな。秋間さんのぐるぐる目好きね。なんかいいよね。でもやっぱり一周目はね、チェンソーマンなんかちょっと難しかった、理解するのが。ちょっとだけ難しかったですね。だから YouTube とか、あとネットに上がってる考察とかまとめみたいなやつをすっごい見て、それで徐々に理解していってる感じ。だからそういうの見てたからさ、ボーボボとかはさ、アニメの方では見てたけど、たまに漫画も見てたけど、あれが出てきた時、2部のさ、田中脊髄拳だっけ、あれ見た時、ボーボボ見てない人じゃないとあれって笑えない、笑えない、ね、どうなんだろう違う、なんか、だからそういう考察とかばっかり見すぎてて、あの2部で田中脊髄拳が出てきた時、なんか理解できちゃって笑っちゃったあったよね。ボボも見てたよ、アニメも見てた。なんか大きいコミックス何かを読むために買って見てた時もボボボちょっとやってた気がする。私ちゃんとあのボーボボの第1話2話3とか、あのちゃんと放送された時にちゃんと見てたよ、テレビで。後からじゃなくてリアルタイムで見てた。1話ってさ、なんかみんなさ頭剃られちゃうやつだっけなんかそれをで、みんなになんか髪の毛なんかじーってやられちゃうから、なんか誰かがそれから逃げてて、それをなんか誰かが助けに来てくれるんだよね。だからそれは覚えてる。おばあちゃん家に泊まりに行って、まあ、隣なんだけど、でもそれがテレビつけたらやってて、ちょっと気まずかった。孫はこんなのが好きなのかなって思われてないかなって。私も初めて見たんだよって思ってたんだけど、おじいちゃんおばあちゃんに孫大丈夫かって思われてそうで、すごい子供ながらに心配した当時の。アニメも今後すごい楽しみなのがいっぱいありますね。呪術の2期とか、進撃のファイナルとか、制作会社が同じっていうのがすごい。そう、進撃アニメの方まだ終わってないんだよね。こないなので最後まで吹くと思ったら行かなかった。もうキングダムはちょっと追いつけなくなっちゃった。アニメで見てたんだけど、リボクが出てきてから結構
難しくなった。どん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 なんか知らないなんか強めの将軍さんがたくさん出てきて、結構ね難しくなってきてしまいましたね。なんか今すっごいピンチなところで止まってる。まあ大体ピンチだけどね、キングダムって。キングダムは考えずに読むといいと思います。じゃあなんか覚えられないの、なんかおひげが生えたあの強めのあの将軍様がたくさん出てくるから、あれこの人とこの人は親子で、あれってこの人はどこのところを守ってる人かなみたいな、また新しいの出てきたなっていう、それの繰り返しでちょっとなかなか、やっぱりさその大きくはさ差はないじゃない、やっぱこう身を守ってるあの兜じゃなくて、なんていうのなんかいろいろ鉄をつけてるじゃない、ああいうやつとかもそんなにこうなんていうのかなね、仮面ライダー並みにそんなさあの個性が出てるわけじゃないからさ、それがあ鎧でした、ごめんなさい鎧です、難しい。チェーンソーマンはねキャラクターは結構、でも女の子たちが難しい。チェーンソーマンはわかるね、大沢たかおさんの大きいやばいよね、わかるわかる。でもまだ一番最初のやつしか見てないんです私。パワーちゃんが人気だ。そうなんだ、マキマさんがダントツで人気あるかと思ってた。レゼ、あ、ヒロアカも、ヒロアカも読んでる読んでる。今やばいよね、いろんな漫画今やばい。ヒロアカはね今ねすごいね、今一番衝撃的なことが起きてると思う。あと呪術は今いっちゃんおもろいことになってる呪術は今面白いよ面白かった。ツイッターがすごい面白かった。あ、そうそうそう、イモムシさんがねすっごい面白い。今ジャンプ以外はそう、わかんない、ジャンプ好きなものが今ジャンプに集まっちゃってるのでちょっとね他はわかんないですね。リベンジャーズは今目の前にあるんですけど、単行本で23巻まであるけどその先わからないです。でも去年のなんか真面目の稽古をやってる時に読んでたから記憶があんまり、自分が出てない時とかに読んでたから「リベンジャーズ」もなんか最後の方ちょっと分かんなくなっちゃった。なんか寒天みたいな名前のやつが出てきたとこからよく分かんなくなっちゃった。反転だか寒天だかなんかそんな感じの名前のやつ。ゆるキャン知らないな。ワンピースもうちょっと分かんないや。あ、その感じ、その感じなんて読むの、梵天、梵天っていうの、
全然合ってないじゃん。反転？どっち？読めない読めないそれ。あ、それ気になってる。怪獣8号も結構気になってる。見てないけど。梵天、梵天だ。なんか赤の制服の人たちかな。ゴールデン、ゴールデンなんとかみたいなやつと、あとドクターストーンもよく聞くけど見てないな。今何が一番熱いんだろう。レトリーバーヒロアカ、怪獣の後始末、怪獣の後始末って映画じゃなかったっけ。レトリーバー、え、レトリーバーすごい押される。なんだろうレトリーバーって。ヒロアカはね終えてる今、最新話まで。ブリーチ、ブリーチもねアニメ3話まで見てた。それで止まってるな。なんでブリーチを見たかっていうと、呪術のあの芥見先生がすごいブリーチが好きとか、すごいブリーチに影響されているところがあるみたいなことを言ってたから、あ、そうなんだと思って、それでブリーチ見始めたんだけど、アニメで。でもちょっと止まっちゃってます。戦うやつしか見ない、うん、戦うやつがすごい好き。ハンターハンターのが一番なんだ。あ、でもハンターハンターも今ねようやくあの動き出しているんでしょ。ハンターハンター、ハンターハンターに見ようかな。ブリーチは15話くらいから面白い。ああそうなんだ、わかるよ、あるよねそういうの、ここから面白くなるみたいなね。え、みんな言ってること違うよでもそうなんだよね、最初の方で止まってちゃ面白みはわからないよね。ナルトはアニメも漫画も見る前にウィキペディアとか誰かが分かりやすく、あのサスケくんの家族のなんかいろいろなやつとか、なんかそういうので理解しちゃったから満足しちゃってる。うん、戦わないやつも読んでたりするよ。ウィキ見るんだり、めちゃめちゃ見る。いやでも伏線系でいうとやっぱり私の中では進撃が一番やばーって思った。暗殺教室とかもあとやばいよね伏線。あ、出た異世界おじさん、異世界おじさんもなんか聞いた。ごめん、すっごいアニメの話になっちゃった。まあそれぐらいめちゃめちゃ見てるし、気になってるのったらすぐ飛びついちゃいます。私の頭も見てるよ全部。今何時何分ですか？
いい時間だ。ちょっともうそろそろにしよう。なぜかというとメールを書きたいからだ。じゃあまた明日もできるかな。どうだろう、できる気がする。やっぱさ、結構長い期間さ、何もこうメールも送れなかったりさ、寝込んでたからさ、そのなんかショールームとかもできなかったから、なんかその反動が今来てるどんだけ人と喋りたかったんだろうって感じだよね。ノミネート、ああそう、ノミネート、そうなのなんか初めてなんだけどね、知ってる、あのちょっと本当にあのどれだけなんかちゃんとしたあれなのかよくわかんないんだけど、そうなんか世界でなんか美しい顔をなんか100人を選ぶみたいなやつがあってね、それでね、なんか私いたんだけどやばくないね、本当に笑っちゃった、信じられない、面白いよね。いや、わかんない、本当誰か一人がきっとたまたま見つけた画像で、あ、えんちゃうみたいな感じで、人そういうノリでやったやつだとは思うんだけど、っていうのもわかってるんだけど、でもなんかそういうタイトルつけられてさ、君選ばれたよなんて言われたらちょっとまあ嬉しくなっちゃうよね正直嬉しかったけど、でも面白かった一人で選んでるんだでもよくいろんな世界の人のいろんなやつを見て、よく私の画像に遭遇したなと思って、面白い、光栄でございます。ちょっとその人に届くように、 Thank you ありがとう面白い。その人のタイムラインに私のあの写真が流れてきたのかな、面白いですね絶対日本人ではないかなって、センキューはちょっと絶対世界共通語だと思ってるので、はい、終わりにします。ありがとうございました。じゃあ明日もできたらやります。次そんな大事な話とかはないです、ただおしゃべりするだけだと思いますけど、じゃあねー、バイバイおやすみなさい、メロ送ります、バイバーイ。